コンスミ牛見です。来年の春くらいに今まで志布志市、志布志町、志布志、志布志市役所、志布志支所として話題になっていた志布志の方の支所が志布志本庁になるということで、まあ、一番有名な方の志布志市、志布志町、志布志、志布志市役所、志布志支所としては今年までと言うべきなんですかね。来年の春までなので今のところはまだ実質志布志支所みたいなもんなんですけど、あーまあちょっと寂しくなりますよね、あれがなくなるのはですね。一応あの看板は今も観光名所として残されてるということみたいなのですが、やはりですね、最後くらいは志布志市、志布志町、志布志、志布志市役所、志布志支所としての映像を収めたいところですよね。というわけで、今回はそちらを紹介したいなと思います。志布志支所といえば、志、まあ、志という文字の多さと、まあ、あの文字の長さから早口言葉のようにしか見えないというので話題になった地名ですが、ポートリビアでも有名になったことは、まあ、ご存知の方も多いですね。まあ、今はそうではないみたいですが、住所を手書きするときによく間違えそうになるという話みたいで、まあ、パソコンで打ち込むときもよく間違えると思って、まあ、未だに同じ鹿児島県民の人からも改めて見ると死の数が多くて笑っちゃいますねみたいなことを言われることもあるみたいです。まあ実際多いから仕方がないですね。まあ、地元の人でも昔は笑いそうになったくらいだとかっていう話ですね。市役所なので中に入ってという撮影はさすがにできませんでしたが、ここではですね、いろいろな思い出が集まっているというか、5年前に志布志どうでしょうという映像ワークショップの企画で、水曜どうでしょうでもなじみの富士庵が志布志チャレンジ、まあ、424という数字に、まあ、あやかってやる企画なんですけど、 そこでですね、志布志市、志布志町、志布志、志布志市役所、志布志支所の前で腹筋424回チャレンジという、まあ普段タレントにお見舞いしてきているディレクターが一般市民にお見舞いされるという動画が今でも残っていますので、まあの概要欄の方からぜひ見てほしいんですけど、新しい志布志本庁としてスタートするのが牛年ということで、私もちょっといい意味で縁がありそうな予感がしますね。まあ予感ですけど。星屑さ